はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。はい、というわけで、今回はですね、本当に初心者の方に向けての動画をちょっとね、改めて作ろうかなと思います。で、なんでこんな経緯に至ったかっていうと、今8月16日から22日まで原宿のラフォーレで今ラッシュゲーミングがポップアップストアのイベントをね、開いてるんですけど、そちらでコーチング企画って言って、ファンの方にこう、まあ、COD を教えるっていうね、企画をやってるんですよ。で、そこでまあファンの人にこう教えてて、まあ結構やっぱり本当今最近始めましたよっていう方もかなり多くいたんですよね。だから最近そういえば初心者向けの動画出してないなと思ったので、作ろうかなと思いました。で、やっぱり質問としては、まあ、チームデスマッチの動画がね多かったので、まあ、やっぱりね、初心者の方といえばチームデスマッチからね始めるのがやっぱ一番多いと思うので、チームデスマッチについて、で、初心者の方が何がこうまあわからないのかなと思った時に、なんかリスポンが変わった時がわからなくて後ろからやられたりっていう時がね、なんか多いんじゃないかなっていうのは、そのコーチングしてて思いました。本当に初心者の方にこう頭に入れといてほしいのは、このゲームのチームデスマッチはすぐリスポーンが変わるっていうことですね。このマップをこう2つに分けた時、敵側味方側って分けた時に、本当ね、マップの中央付近に行っただけでもリスポーンがすぐ変わったりするんですよね。結構初心者の人はこれに気づけなくて後ろからねやられたりとか、気づいたら自分がいる場所が敵のリスチになったりとかね、すると思うんですよ。なので今日はそれについてちょっと話しながらやっていこうと思います。まあ本当に COD をね別にガチでやらないとか、まあ本当まったりね、本当気楽にやりたいっていう人、そういうカジュアル層にもやっぱり必要な、なんだろう、基礎知識というか、そういうものだと思うので、まあ、ぜひよろしくお願いします。そして今夏の大キャンペーンということで、ラッシュゲーミングのツイッターにて超豪華なプレゼントキャンペーンやってます。オリジナル T シャツと GSP600 が当たるっていうね、ツイッターのキャンペーンがやってます。ラッシュゲーミングとゼンハイザーの、アカウントフォローしてリツイートっていうね、ツイート概要欄にねリンクを貼っておきます。 GSP600 も3万4000?4万?3万?今いくらだろう、まあ、3万円相当の超高額ヘッドセットなので、もうめちゃくちゃ豪華ですよ今回は。というわけで今日の動画もよろしくお願いします。はい、というわけでやっていきたいと思います。今回なんですけど、本当はねこの試合ちゃんと実況を撮ってたんですが、録画のファイルがバグってしまって、編集できないということで、今回シアターで後付けという形になってしまいます。いや申し訳ない、本当。まあね、ちょっとシアターだから若干こう変なズレとか、キルした時のズレとかがあるかもしれないんですけど、まあまあプレイ自体はね見れるのでよろしくお願いします。さあ、まあこの C サイドっていうマップはめちゃくちゃこう縦長で、まあリスポーンはすごく分かりやすいですよね。まあリスポーンの変動は前か後ろかっていうのがほとんどなので、まあ分かりやすい。で、もうこれね、味方がもうマップの半分より前に行ってしまったんで、もうリスポーンが変わってます、ひっくり返ってますね。で、こういうリスポーンが変わった時とか、まあ、リスポーンがよく分かんない時はとにかくこういう風に味方が多い方に行けば生きられます。味方が多い方はもう本当リス地、こっち側の味方側のリス地なんで、まあ、敵がいる可能性はもちろん少ないので逃げた方がいいです。まあ僕これ今逃げてないですけど、あ、今逃げましたね。まあこういう風に、とつらない。で、Cサイド狭いんで、もうちょっと走っただけでも、ここ、マップの真ん中に近い部分ですよね。なので、これより、ちょい先に行っちゃうともうリスポーン変わるね、可能性があります。はい、味方が今かなり詰めてますね、前。さあ、ああいう詰める人がいると、リスポーンがもう変わりそうですね。もう変わりそう。変わったんじゃないかな、これ。まだ変わんないかな。そろそろ変わりますね。さあ、ちょっとね、これ敵のいる座ったかな。まあ目の前に敵がいるんですけど、どうしようかなって悩んで、まあ1キル取って、もう1キル取ったしか、キルストが近かった気がします。はい、もうリスポーン変わったんじゃないかな、これ。あ、まだ変わってないね。これはね、多分結構敵が下がってるんで変わんなかったのかな。まあ、ここをね、さっきの画像で説明したマップの半分より前、赤い部分、敵側のリスですね。
ここがテンペスト当てたんだけどグレネードで飛んでしまうと。さあ、まあリスポーンはねまだ変わってないですね。結構敵がすごい下がってるからかな。普通だったらもうコロコロ変わったりするんですけど、まあこういうシチュエーションの時はすごくリスキルがこういう風にできると。まあこういう風にトリプルキルとかは難しいよって人はこんなに前に行かない方がいいですね。うん、さあこれ MX9 やられたんだよな。はい、リス変わりました。まあ僕がものすごく前に詰めてたんでね、まあ変わりましたね。これひっくり返ってるので、次は反対側の向こうが敵のリスと。さあもうでも僕はこの真ん中にまで来たので、さあもうリスポーンが変わる可能性あります。キルしたらもう多分変わると思います、これ。うん、多分変わったかな。あ、変わってますね。右後ろで今赤点映って湧いてますね、敵が。たまにこの横湧きをする時もある、このマップは。さあそこに赤点があるんで、で今ね敵のリスが正直どっちかなどっちかなって感じなんで、とりあえず味方が多い方に行って、あ、じゃあ味方ここで湧いてるから後ろだねってことで、もうこれはね分かりやすいリスですね。もう正面だけ、敵は正面だけ、正面だけ、正面だけ、正面だけ。さあもうマップの半分よりこっち、あの敵側に来たんで、今倒した分は後ろに湧いてますよと。なので後ろに振り向いてテンペストを当てるっていう。でもう一枚来てるからテンペスト当てるっていう。でそこもいるから当てて殴るという。でスレッシャーゲットして、さあまたね僕がマップの半分より奥に行ったんでリスポーンがまた変わってますよと。で後ろ向いて、はい、テンペスト当てて、でもう一人もやってと。でまたこれひっくり返ってますねこれの繰り返しですね、チームサッチは。まあこういう風に、まあ、初心者の人はまあリスキルを大量にできないと思うので、まあ、そういう人はこうマップの中央付近で戦うのがいいんじゃないかなって。まあ一人でこう敵のね方のそのマップの赤い部分の方に突らない方がいいと思います。まあ3枚抜きとかね4枚抜きできる自信がある人はガンガンね行っていいと思うんですけど、さあこれね僕がここで湧いたんですけど、味方がめっちゃ前詰めてるんで、もしかしたらこういう風に後ろ湧いたりするかもしれないですよね。もう自分が湧いたばっかなのに気が、もうその時に自分が湧いた後その瞬間にもうそこが敵のリスチになってるみたいな時がたまにあります。まあそれがいわゆるみんなね言うクソリスっていうやつなんですけど、まあそういうのはねたまに起きますね。さあ僕今マップの中央付近にいます。でこっちも敵がいるので、ちょっとねこの脇微妙な感じになってるんだよな今多分、うん、左後ろで巻いてますね。まあ今こう目の前に味方がいるんで、こいつを倒しちゃえば多分ここが味方のリスチになるなーと思ったね。倒してよっと、でそこもやって、であともう一人センター映ってたんでワンちゃんと一緒に倒して、さあマップの中央まで来ました。奥で味方が湧いてますね。じゃあ後ろ脇になってるかな。はい、後ろ脇です。後ろ向きます。でシーカー流します。でそいつをカットして、でちょっとファイアブレイクがいるから下がると。でこのマップのね中央より先に行ってキルしたんですけど、すぐ下がればねリスポーンひっくり返ることはなかなかないですね。まあこういう風にマップの真ん中中央付近で戦う行ったり来たりして戦うのが、まあ、一番安定する、まあ、チームデスマッチの強化手本的な戦い方なんですけど、まあ、なかなかねそれができる時は少ないですね。なんでかっていうと、まあみんなねいろんなプレイヤーがいるので、まあ、ガンガン前に行く人もいるから、まあ、リスポーンが安定することはそうそうないっていうね感じですね。はい、というわけでお疲れ様でした。ちょっと分かりにくかったかもしれないんですけど、まあ初心者の人にまあ覚えておいてほしいのは、本当にこのゲームはめちゃくちゃリスポーンがコロコロ変わるのと、分かんなくなった時は味方が多い方に行けばそこがねリスチなんで、こっちの味方のリスチなんで、まあ敵がいる可能性は少ないですよっていうのね。なのでこう逆にねチームデスマッチって
同じ場所でとどまる、まあ、イモルっていうやり方してると気がついたら周りがね敵のリスチになっちゃってたりするとするんですよね。で初心者の人とかやっぱりこう いろんなところね行ったり来たりできないと思うんで、やっぱ同じ場所にこうとどまっちゃったりねすると思うんですよ。でそうすると敵にね気がついたら囲まれたりだとか、そういうシチュエーションがあると思うんですよね。だからそういうところで困ってるんじゃないかなと僕の推測です。わからないことあればコメント欄に書いてくれたら、まあ、今後のね動画のちょっと参考にねさせていただきます。というわけで今回の動画良かったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。というわけでお疲れ様です。We were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, hoping when it's gone. Took you to